久保建英さん、チームの救世主だった。ペナルティエリア内への侵入確率、ヴィニシウス、11.76%、チュクウェゼ、10.22%、ロドリゴ、9.60%、久保建英、8.97%、デンベレ、7.79%、ハフィーニャ、5.41%。これ所属チームのすべての回数と、選手個人の回数を関連付けると、よりわかりやすい。ペナルティエリア内への侵入回数。チーム分の個人、ヴィニシウス、41.4%、シュクウェゼ、29.7%、ロドリゴ、23.3%、久保建英、35.2%、デンベレ、20.0%、ハフィーニャ、18.9%、久保スゴ、比率としてもズバ抜けてんね。V2 はさすがだ。チームの救世主であることは間違いない。ただ見方を変えると、ソシエダの竹以外の前線が不甲斐ないとも言える、わら。久保シフト敷いたら攻撃が機能しなくなるソシエダ、ソシエダ専用機。そういえばマジョルカ1年目はマジョルカだから活躍できたとか言いつつ、マジョルカ専用機とか言ってたな。今はソシエダ専用機、次はマドリー専用機か。